はい。皆さん、こんにちは。えー、卓研試験、本試験解説会ですね。始めてまいります。担当しますのは、レックス専任講師水野と申します。どうぞ、よろしくお願いします。 はい2021年発見試験、今日合格発表ありましてね、34点と、あの35プラマイチという、ね、あの予想をしてたんですけどね、あの下の方に、まああに、ちょっと合格率がね、若干高めで17パ、17%という、ね、ところでね、まあ、34点で、まあ、低くなる分には本当に良、ね、かったんじゃないでしょうか、あの合格された方は。ただまあ、たまあたまあ、今、あのこの時点で皆さん、ですねあの悔しい思いをして、今日、ね、来てる方もいらっしゃるでしょうし、あと12月の試験とかですね。 あの12月の試験の方これはあのやっぱりあの声を大にしていたいんですけど10月の試験の傾向は見といた方が絶対いいですであの10月の試験と全く同じ問題は絶対出ないじゃないですか、うん、そこら辺も大事だしあと流れですよねやっぱ改正点が民法は大事だったもしくは民法をやってもなかなか点々取りづらいですね、うん、結局、行法というのは勝負になるんだっていうね、うん、あと法令がねこのね2021年の10月試験は難しかったですね ま、そこら辺で、まあ、今日も合格されてる方もですね、あの、これからやる方もですね、この問題は取らなきゃいけない。これは、ま、どっちでもよかったねっていうね、そのメリハリをつけるためにね、まあ、この解説会というのを毎回やってるんですがね、まあ、そこで聞いていただきたいと思います。はい。それではですね、え、ちょっとね、あの、皆さんお手元に資料ですね、え、こちら、ここが出たっていうやつですね。 お持ちの方、ね、まあ、皆さん持っていないと思いますがもしくはご自身でやった、ね、あの本試験の、ね、問題とかでも構いません、えー、今日はど,ど,どうこう、ね、がポイントだったのかという、ね、そんなようなお話をしてまいりますでこのここが出たというのはです、ね、あの試験を勉強するにあたってはすごくいい資料であの一番問題よりも、ね、解説よりも何よりも一番後ろのページこの診断の成績で正答率が出るんですね、各問題の。 でしかも、各問題の正答率が出ているのとどこの問題にあの足正解しで間違えたと要は、あのこれ何番にあの何パーぐらいどれぐらいの数の人がマークしたという要はそういったところって引っかかりやすいところじゃないですか要するに正答率が高いえでもここで間違えてるんだあ自分も一緒だな,ーなのかそれともえレアもんだったのか自分はとかえそういったところを、ね、測るためにこの,、ね、あのデータは、ね、すごいいいデータなんですよ。 通常だと、ただ過去問があってっていうと、そうですね、やっぱり過去問はもう絶対もうパーフェクトにしましょうみたいに言われるんじゃないですか。そんなことはないんですよ。過去問でもやらなきゃいけないまでとやるべき問題とね、メリハリつけた方がいいんでね。そこら辺でこのね、あの、資料はすごい役に立つと思いますので、ぜひご活用ねいただければと思います。はい。それではね、まあ早速ではございますが、問いの1からまあ見てまいります。問いの1。で、 大体 1>, いい1時間あたりで10分休憩してという形でね、えー、やってまいりますがまず民法なかなかやっぱ大変な中この問いの1正答率が87.3%ありますということは取るべき問題でございますただね問いの1から判例文の問題ってちょっと面食らった、ね、方はいらっしゃると思いますがまずあの知識でね解けてもいくんですよで結局これ一番が正解丸ではございますが ま、留置権という言葉でちょっとドキッとしちゃった可能性ありますが、これ、留置権取得する余地はない。そうですね、先にね、鍵返さなきゃいけないんでね。うん、これ、誘致で鍵をね、物質みたいなものはできませんね。これ、判例文読まなくても一番でもできる。え、知識でもできる。え、そういったところでございます。うん、ただ、ま、問題文というか判例文読んで、同時履行の関係に立つものではないという、ここら辺読んでね、一番に持っていけた方もいらっしゃるんではないでしょうか。あと、二番に関しては、一個の総務契約。 いや、これね、明け渡しとね、敷金ってやっぱ別々の話ですね、これね。うん。だからこれ、確かに賃貸借の中で、ちょっと一緒かなとかって思っちゃいそうですけど、やっぱ罰ですね。あと、3番目、明け渡しまでに債権、敷金から控除することはできないって、控除できないと、ちょっと大家さんもね、明け渡しまで。あの、終了じゃなくて、明け渡して初めて敷金確定するんで。 えそこら辺から知識で3番も持っていけるようにしたいところでございますあと4番目同時離婚の関係肯定することはいい適合するってありますがしないあのどっちかというとこの判決文は読まなくてもね知識で取らなきゃいけない削ろとの人ね権利関係で賃貸借借借借法は絶対なんですよで今年ねあの10月の試験は借借借法が正当率悪かったです2問ともね渋い引っ掛けなんですよあの決して難しい問題じゃないんですよ でもあこっちでやられたっていう中途半端な、ね、知識だと持ってかれちゃうっていうねそれがね2問とも釈ャ化法だったんですよだからなかなかではございましたが今後もし皆さんが宅建試験まだ、ね、これから受けるとか来年受けるとかであればやっぱり賃貸借借借借法はもう手抜いちゃ駄目ですあの民法はあまり手を広げすぎないあのい,ろんないろんな項目にもう絞る、えー、賃貸借格はもう絶対、えー、ここはねもう絶対言えることなんだよねということでこの問いの1は、まあ、もう一回言いますけど8十 7.3%。はい、取っていただきたい問題でした。次、問いの2番。<laughs> で、これ、正答率が66.1%なんですが、改正点。で、改正点で、やっぱりあの、この連帯債務の絶対項なのか、相対項なのかっていうのは、これもう、も、ま、う、あ、出るんじゃないのってね。どこの学校もうちだけじゃなくて、もうどこも行ってたんでね。で、結構やっぱできてますよ、66.1って。ただ、2番がツなんですが、これ、あの、 ちなみに1番が請求は相対抗で、あと3番免除も相対抗あの、4番公開は絶対行こうと。これ、消去法で2番いけりゃいいんですけど、この2番も丸に見えちゃう可能性なんですよね。これね、何が難しいかって言ったら、相殺する意思表示をすることができる。あれ相殺とかでできるって言ってなかったこれと。なんか見たことあるぞって中途半端にやるとね、これも丸に見えるんですよ。ところがね、相殺することができるは罰です。 総裁そっっちで知るよってでて抗抗弁抵きるんですあの総裁の抗弁権って言葉があるんですがそっちで総裁してよと払わなくていいんですただ総裁まではできませんだって債権持ってないんだからとこれね総裁そっちでしといてって抵抗できる拒めるのと総裁できるってやっぱ全然違います話がだからそこまでちゃんときっちりやってなかったわけですよねなんとなくは総裁とかっていうのもあったなーっている程度だと1も2も3も4も全部丸見えてちょっとあやふやな4番あたりにっちゃったりとかね うん、して間違えたのかなという。だから、総裁の公弁権という、あの、公弁権という言葉、難しい言葉ですけど、公弁って抵抗する権利なんですよ。嫌ですって断る権利です。え、チャラにはできません。公弁、抵抗はできるけど、チャラにまではできません。え、いうことで、ここのところは2番が罰でございます。これなかなかな問題ですよね。でもなかなかな問題だけど、やっぱり66.1、 そうですね、権利関係の中ではちょっと行きたいなっていう感じですでちなみにあの正答率であのまあざっ,ほんとざっくりな言い方で申し訳ないんですけど大体いい正答率今回ねあの60%を超える正答率って35問あんですよで35問ということは正答率60%超えの問題全部取ると合格点プラスいっなんですよねさすがにでも正答率60%超えててもケアレスミスとかあったりするからそこら辺は全部は無理かもしれないでもどうです 六割の人ができる問題ですよ。で、ちなみに五十パーセント以上の正答率だと四十問あります。要は過半数の人ができる問題をちゃんと取っていれば四十点取ってるんですよね。うん、でも、それでも難しいですけどね。ご自身にとっては難問というのもありますからね。うん、でもね、六割の人ができる問題。で、この問題は六割超えているということは、ちょっと頑張れる、頑張りたいなっていう。そんな問題でございました。で、次、問いの三でございます。はい。 これはね、権利でこの個数は難しいけど、バツ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 。全部バツって言うんですけどね。正徒率54.4%。結構できてる方多いですね。うん。だけど絶対取らなきゃいけない問題ではないです。ただ今後はちょっと気をつけてください。出たからには。で、あの、特に一番の、これ順位人っていうのがあて全然見たことないっていうやつなんですが、清掃業務を行う義務を打ってなってて、清掃業務、どうですか相続人がおって。 えこれね本試験の回答速報でも言ったんですけどねあのうちの親父ねあの掃除屋なんですよで掃除屋今年亡くなったんですけどねで掃除の仕事を受注してたんだけど親自身で私掃除するの嫌ですもん、えー、相続人がなんで掃除の仕事引き継がなきゃいけないなわけねえだろうっていう感じでもいけんですよねであとね賃貸不動産経営監視っていうのが今年国家資格になったのを聞いたことあると思いますがそこ完全に「あ」とか「え」とか意識してるんですよ うん、なので、そこら辺の絡みで、向こうさんの資格ね、賃貸不動産経営会社の、あそこら辺やってから来るっていう方は、多分ね、できてくるんですよ、来年あたり、この問題って。うん、なので、まあ、あの、今年できなくても合否関係ないですえ。だって個数だし。えー、でも、このあ、い、うえのいずれかがもし正解誌になったら、ちょっと取れるようにしておきたいなとっていうのが、ここの問題です。で、ちなみに2番とか E ですね。これ、返答がなければ A の死亡理由に解除ができるって、あの、できると思います、これ。 あの、借り主、親さん死んじゃって相続人がなんかこんなことやって出て行かされちゃうって、そう簡単に借り主出て行かせられないですもんね。はっきりわかんなくても、いや、これで解除ができれば罰だろうぐらいはいけてほしいですね。まあ、こういうのはハートで解くってよく言うんですけどね。あの、民法暗記でやると多分難しいです。1000条以上条文があって、しかも判例もあって。え、でも今回、借り主がこれで解除されたらたまんないなっていう感覚を持ってるといいですね。あとは、うの話なんですが、 委員が死んじゃったはい、履行が不能となって無効となるいやこういう時こそ相続でしょ相続人が疑問、うん、だから相続ってあの今年相続の問題すごい難しかったんですよ連れ子の話とか何これテキスト載ってないよっていうね、うん、だから正当率相当悪いです、うん、だからそこ全然問題じゃないんですよでもこういったところは権利も義務も基本的に相続するって話はちょっと割ってほしいですねということでうは,はい、あとえ これは難しいですね。使用対策の話です。ただで貸し借りなんです。で、ただで貸し借りするときって、貸し主が死んじゃったときは相続なんですが、借り主が死んじゃったとき、はい。終了するんです。あの、皆さんもね、例えばね、ただでね、じゃあ貸してあげた相手がいたとします。ただで貸した相手って、多分好きとかね、好意があるとか、いい人だから、ね、その人に思い入れがあるから、ただで貸すんですよね。大切なものを。 うん、だけど借り主が死んじゃったらその奥さんとか子供関係ないですもんね、うん、だから借り主死んじゃった場合ってねこれね終了するというこれ完全暗記項目です使用対策のだから使用対策過去出てるんだけどなかなかここまで店内のない方多いしあとは個数っていうところがあって、えー、難しいんですよでもこれがもしあいうえ単発で×の足だったら今後あもいもうもえもこれは取りたかったですねって私来年解説すると思いますよえー いやもうこれ過去出てますからっていうね、うん。ということで、はい、見直しは必要なんじゃないでしょうかという問題でございます。はいそして問いの4。これ、正答率が、ね、25.7%。勘ですね。ほとんどの人は。うん、で、これ、勘だったから、できなくてもしょうがないんですけど、とりあえず1番が丸で、話し合いで遺産分割協議で20年と決めたら20年です。うん、でも、なんかこう、泣きの一手というかね。 もうちょっと住みたいわなんてバザ言ったらなんか住まわせてあげないとかわいそうだっていうハート入れちゃったら外しちゃうんですけどねこれ言ったんだから当然「丸なろう」なんですであとねあの4番はねこれ結構丸つけた方いらっしゃると思うんですけどあの罰なんですよ登記しないと勝てないっていうのはこれねあの大事な話ですこれ、うん、だから4番には持っていかれてほしくないですあの今年でも、うん、だってすでに配偶者居住権で登記っていうのがもう昨年出てますからね うん、だからそれでちょっと4番に行くっていうのはちょっとや,や,め,たやめてほしかったなっていうなんかまあ今後悔先に立たずですけどね。うん、1> で1番は、まあ、まるって自信持てないけどあと2番なんですけど配偶者居住権で承諾得ることなく賃貸できるってあの賃貸対借貸借できるできないのの前に承諾得ることなくはちょっとまずいんじゃないのという感性はちょっと欲しいですねここね、うんまあ。できるかできないかはっきり覚えてないけど分かんないけどでちなみに譲渡はできないんですよ。 うん、あの売るのは配偶者居住権持ってるこれ配偶者居住権ってねじさん死んでばあさん住む権利なんですよそのばあさんがあの配偶者居住権売っちゃったらちょっとずうしいばあさんですよねさすがに売れないでもなんかどっか療養するとかでね誰かに貸そうなんて時は承諾あればできるでも承諾得ることなくはちょっと罰じゃない所有者のっていう、うん、っていう感覚はも持てるといいですねあと3番目なんですが相続するししません配偶者居住権その人だけの権利です うん、だから、相続はしないという、あの、配偶者居住権、どこまでやるかですが、まだまだね、出る可能性、今後もあるやつ、問題なんですよ。うん。ただ、少なくとも、この、過去出てる、この出たところは、ちゃんと来年受けになったらやっとかないとと。うん。で、12月はどうか分からないですけど、全く同じところは出ないでしょうね。 うん。だから、この配偶者共住権なんていうところは、ちょっとあの、もう一回見直す。まあ、大事なところはね、見直してみるっていうのは、いいかな、やるといいかな、というところでございます。はい。その次、問いの後はですね、えー、88と8。で、えー、1が×、2が×、3×、4丸なんですが、これ、意思能力有しない意思が合致できる能力がないんです。意思能力ないってことは。だから、効力有しない。丸 貢献開始え、ボケちゃってるね、審判受けてる意味なんか関わらないだって意思能力がないんだから、協力者に丸。もう、ピンポイントで4番持ってかないと、まずかったですね。で、権利関係、今年難しかったんですけど、これね、もう、これ取り,取りやすい問題です。もう、知識でもいけるし。だからこれはね、ピンポイントで落としたくない問題で、あとね、1番が罰なんですが、これ気をつけていただきたい。あの、令和3年4月1日において18歳成年ってありますが、もちろん罰ですよ。 えー、来年。あの、ちなみに、令和4年4月1日だったら、18歳成年。来年丸になります。違ます。18歳来年4月1日だから成年なんですよ。うん。だから、これもう完全に来年を意識してね、いや、今はまだだよっていうところをね、分かってるってね、やりたかったんでしょうね。まあ、ほとんど間違えてないですけどね。うん。でも来年、これ、ちょっと気をつけてくださいね。18歳で成年になるので。あと2番目。 えー、子供が成年に達した時は当然に支払い義務が終了ってあるんですがこういうのどうですかねあの成年になったらもう大人だよねなんだけど子供がうが、ん、例えば障害を持ってたりとかあとはまだ大学行ってまだ働いてないなんてねいう場合だったら当然それはお金渡してあげなないいとこれかわいそうじゃないですか、うん、だからこれ成年になったからすぐ打ち切りとかじゃなくていやーなんか病気だったりとか在学中とかそういうのでね いや、罰なんじゃないのまだまだ面倒見る必要がある場合だったらって欲しいですね。あとは、3番目。営業に関するか否かに関わらず。で、営業を許された未成年者は、営業に関するものは取り消しできないけど、そうじゃないものはできますもんね。あの、古着販売の営業の許可もらってた子が、マンション買ったなんていうので、取り消しますっていうのが、もう過去出てる大事な問題で。え、ね、だからここはもう絶対罰にして、はい、4番。この問題は取るべき、取りたい問題でした。 次、問いの6。58.1%、とちょっと微妙な感じでございますが、まあ、改正点ですね。で、〇×〇〇で2番なんですが、うん、これ覚えてたかどうかはちょっとわかりませんけども、要は、現に債権が発生しないとき、取得できない×。まだ発生しなくても契約なんで、え今後発生する可能性があるものだったら、譲渡できるっていうね。 うん、これ債権譲渡の絡みって実は今年結構予想されてたんですよあの改正があったんで1番、3番、4番今日はもう丸なしはもう、うん、やりませんけどね、うん、だけどこの改正点でやっててあそれで2番、うん、これじゃないかなってできた方がまあ多かったのかなあと1丸3丸だろう拒めるだろう4番確定日付による召集じゃなきゃ対抗できないこれ債権譲渡では有名な問題だね。 うん、そこら辺で再検状とあ見ていると,ると、まあ、ここのところはできた方がそれなりにいたかなっていう問題でございますまあ実際中身としては優しい問題じゃないですけどねはいで問いの7がですね結構びっくりで86.2%これね優しくないですよだって自動車ですもんこの試験で自動車は出るわ美術品は出るわ壺は出るわなんか最近バレーション飛んでるんですよねもう何の試験か分かんなくなってきてるんですよね うん。それでもね、焦らずに考えるってことです。で、この問題、あの、下手すると全部丸に見えますが、3番が罰なんですが、やっぱりこれできたっていうのは、引き渡し受けた高自動車が故障をした、はい、修理が可能か否かに関わらず、修理を請求することなく解除ができる無理だろう、罰と。多分、ハートでいけた方が多いと思うんですよね。 でちなみにこれ、あの、まず、あの、1とかと2とか違って、契約の内容に適合しないっていうこの前提ないじゃないですか。契約不適合責任じゃねえんですよ。だから、車買って、え、しばらく使ってたら故障した。すいませんけど解除ってずうずしくないですかそしたら絶対車なんていつか故障すんでね、そのために解除されたら車やってらんないですよね。っていうハートもあったんじゃないですか であと、もしこれ契約不適合責任でも、そう、もし契約不適合責任っていう前提があったとしても、修理言わずにいきなり解除っておかしくないですかええー。というところで罰もいけたんじゃないでしょうかね。うん。ということで、覚えてポンじゃなくて、結構、1、2、3、4、あれ全部丸っぽいってなった方はいらっしゃるはずなんですよ。でも、最終的にどれが罰がましっていう、民法の最大の解き方です。重要な。ええー、ピンポイントで覚えてポイント、これだっていうのって、そんな多くないんですよ。 だけどここってどれがマシかなって言ったら3番にいける方が多かったと、えー、いうことでございますだから決して知識で覚えてたい優しい問題じゃないんですよ、えー、でもこれいや3番これしかもないねっていうところでできたんでしょう取りたい問題ですだって86.2%もあるんだから正答率がという問題でした次問いの8です×〇〇,〇なんですが <coughs> これも改正絡んでますよね。で、まずは、一番が罰なんですが、A。A が一人で居住する建物の保存に瑕疵があったため、はい、で、この A っていうのは C から借りたって、借りてる人なんですよね。で、借りてる人でも、さすがに壊れてるところがあったら、壊れてるのを見つけたら親さんに言わないと、うん。注意しないと。だからここも結構地面でいけた方が結構いらっしゃったようで、 A は歌詞による損害の発生の防止に必要な注意をしなかった。追わないわけないだろう、罰で。持っていけた方、多いんじゃないですか。うん。あの、一応これ工作物責任のやつですが、借り主は、まず注意してなきゃいけない。注意してでは責任逃れる。で、逆に所有者は注意してても昔責任。これ追わなきゃいけないっていうね。うん。その、不法行為の中では、うん、最近あまり多くなかったんですけどね。まあ、昔から定番のところです。 そこで1番罰いけたんでしょう。あと、ちなみに2番は、所有者だから責任を注意してたと思う丸。これも大事な話です。所有者って責任、ね、え、重いんですよ。あと3つ目、損害加害者知らない時でも20年丸。これ、時効。不法行為の時効。3年5年20年という。やっぱりね、不法行為って、あの、判例が多いから難しいとされるんですが、実はね、取りやすいんですよ。あの、覚えなきゃいけないことがそんな多くない。 え、ね、判例とかなんて暗記なんてやってられませんからね。だけど、ここのところ20年で丸と、あと4番、これ5年。これあの改正点なんですよね。あの、物損とかだと3年だけど、生命身体っていう、要は治療費なんかだと5年ですっていうね。うん、あ、これ自信持って丸。ということで、まあ、この1番を、まあ、罰にして、234も丸っていう、ちょっとね、全体、この問題は全体的に全部大事ですね、足うん、1234。 だかからしっかりまあ、ね、あのもし今後何、ね、か受けるとかいいんだなこれはちゃんと見ていただきたい問題でした次問いの1番が丸で。今日はもう講義じゃないんで図とか書けませんもう一応皆さんは図を、ね、あの試験では書いてやってるという前提なんで ABC、ね、これ家族だった DEFG 家族だった。 えー、離婚して再婚したんですね。ですね、うん、でこれ載ってるテキストないですね。宅っ試験において相続で。分かるわけないじゃないかですよね。うん、だからねこういうのってね結局ね離婚とかね経験するとねいや「連れ子はね養子にしねえとダメだよ」とかって分かるけど知識でできるわけないじゃないですか。 ええー。で、回答速度だけで離婚とかしてるとできるんですけどねって言ったら、いや、離婚してても間違えましたって言ってごめんなさいって謝ったんですけどね。うん。あの、それはまあ、連れ子がいなかったらそういうことにならないし、ただね、これね、27.0はちょっと残念でした。なんでかってうと、1と2、連れ子がどうなるかっていう判断で一1と2で迷、迷うぐらいにはなってほしかったんですよ。うん。要するに、親権うんぬん関係ない子供は、親権が向こうでも子供は子供なんでね。 だから、真剣なくても、相続人にはなるっていう、そこら辺で34はねえなっていうね。うん、ところで、12で正当率50%ぐらいね。ちょっと欲しかったなーっていうところでございます。まあ欲しかったなんて別に私が希望してもしょうがないんですけどね。うん、とりあえずこの問題の時に、まあ一番できなくてしょうがないです。だって。テキスト載ってないし、知らないこと出ても、もうこれが物語ってま、まあ物語ってますよね。この問題は全然できなくてよかった問題だと。 いいうことでございます、はいまあ、ただ教訓で「へえそうなんだね」ってね見とくのは、うん、まあ役に立つことも将来あるんじゃないですか。ね、ということで、はいまあ、勉強するかしないかったらどっちでもいいですっていう、ね、私は感覚の問題でしたそして問いの10これ正答率が24.6パー勘よりひどかったですねこれ。 これ、選択債権ってやつなんですが、もうね、あの、解説する気にもなりません。×××××なんですが、とりあえず2番で、この2つ物があって、音にするかについて、こうにするかについて、選択権者とする合意がなされた。A、選択権持ってる人が、失火で燃やしちゃったら、選ぶ権利なくなりますよね。というか、残ったもの渡さないと、もう、やりようないですもんね。しょうがないですもんね。うん。というところで、 いや残ったもんしかないんだからこっち選ぶしかないんじゃないって言って当たればいいけどいや1も3も4もね普通なんかもらう方が選べそうじゃないですかそういうのを考えるとここのところって難しかったまあ正当率24.6ってことは勘より悪かったですねうんということで全くできる必要がなかった問題ですでちなみに今後できる必要があるかというと24.6の問題って 多分ね今後出たとしてもまあ相当ね出るとしてもね5年後10年後いやもしくは20年後かもしれない、うんまあ、皆さんがもうえもし今年三年な結果になったとしてもその頃にはもう得意合格してますから、うん、いるかいらないかったら私はやんないですよ受験生だったら、えー、だってこんなまでやってたらこの卓研試験ものすごい労力になっちゃいますよ、えー、3か月とかでファーンってうっかつる人もいるんですよ、うん、決して別にお勉強がすごいできるとかじゃなくても、えー、効率よくちゃんとしっかりやるべきとかやってると合格ってするもんなんですよ ここはやるべきじゃないと思いますよ。ね、ということで、まあ、暇でしょうがなかったらやってもいいけど、普通はやるべきじゃないよね、の問題でした。で、それに対して問いの11。44.1%。丸、丸、罰、丸。で、まず3番、この正解詞。 借地契約書面で行えば消滅させるため設定から20年経過した日に相当の対価で移転するっていう譲渡特約付きってやつですねこれ特殊なやつですよね書面でやればできるけどそれでもやっぱり20年は短くないですか30年ともうねこの3番見たらこれ3番で終わってこれ絶対だって欲しいんですよじゃあなんでこの44.1%ってこんなに正当率が下がったかったら1番が元凶なんですよ この1番に持ってかれちゃった人が、なんと37.8。えー、この3番と同じぐらいいるんですよ。まあ皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんが、これなんでかっていうとね、なんでかって,って理由言うのも変ですけど、皆さんが間違えてて理由を。でも理由は明確なんですよ。これ事業だから。事業だから、あ、事業用定期借地権、公正証集でなくてもできる、できない罰ってやったんですよね。ここなんです。あの、事業用定期借地権というやり方でやるときは公正証集なきゃダメなんです。 だけど、事業のように供するための建物だからといって、事業用定期借主権にしなきゃいけない義務はないんです。だから結局え、もう本当に過去問だけの地面だけで暗記でやっていくっていうと、ここ間違えるんですよ。あの、借地着火法はダメなんですよ。過去問のただ答えだけの暗記じゃ。要はちゃんと理解してほしいんですよ。事業用定期借主権っていうのは、商売やるためだったら10年から設定できるんです。公正証書であれば。え そんな短くてもできるのと大江戸温泉もね20年で終わっちゃいましたけどね、うん、これねできるんですよ商売用だと居住用だとできませんよね事業用定期借金っていうこの超特殊なものである時は公正承知しなきゃいけないけど事業だからといって事業用定期借金では限らない、うん、もうこれすでに出てたんですけどねこれねだけどやっぱりや事業と来ると公正承知しなきゃダメっていう脳天直結型でただ頭に入れてたっていうねそのパターンでしょうね うん、あのこれ44.1だから今年間違えてもねしょうがないんですよ,でかうんですよ、うん、だから受かってる人いっぱいいるでしょうねだって44.1だから合否分かれてないですよでももしこれ来年あたり同じようなのが出たらこれは落としちゃいけませんねって多分私言ってると思います、うん、今年はもうこの数字が戻ってくるんです、えー、あの本当は取ってほしかったですけどね借地借家私は最大の重要項目ですよもう他の分野のところもう民法のところほか捨ててもここは絶対なんですよ、うん、だって点数取るために大事なところだから えー、だからただ丸暗記じゃなくてちょっとね勉強しゃくしゃく法ちゃんと賃貸しゃく法はちゃんと大事にするっていうね心がけぜひ求めてくださいあとちょっと2とか4につけちゃった方は解説読んでおいてくださいあとでね、うん、やっぱり13のここ戦いですねで次問いの1246.7%今年ー今年し地く過法両方とも5割引って難しかったんですよで難しいかったら知識にむどえらいわけじゃないんですけど ×バ、えー、××ツなんです。はい、でまず A が B に対していつでも申し出できて3ヶ月ってなうんだってますが A は B に対していやそれ無理でしょ大家さんですからね正当自由とか6ヶ月とかあったじゃないですかいや3ヶ月って借り主の方からだったら言えるかもしれないけど×と、うん、これは普通に言ってほしいですねあと2番。 はい、B の E に対する未払い賃料に充当され残額が C 証券これ敷金ってオーナーチェンジの時に引き継ぐんですよね。でほと引き継ぐ額は全部じゃなくて売った人未払い賃料とかちゃんと自分のところに懐に入れて残った残額についてうん。これはもう過去にも出てるしちゃんとテキストにも載ってるしこれはね丸ってやってほしいとこなんですよ。 であと3番はまあこれ罰なんですけどこれ結局ね4番が勝負で4番に罰つけた方がなんと40.1%同じぐらいいらっしゃるんですねでこれ何で間違えたかっていうと定期建物賃貸借6ヶ月前までの間に言わないとダメっていうのは分かってるんですよじゃあ6ヶ月までの前のまでに言わないとダメなの分かってるあ言わないと更新あそうそう更新だったよね丸って バーてってです。これね、超重要なんですよ。賃貸では。あの、あっちの方でよ。宅建だとね、あの、これあの、そんな出てないですよね、これね。あの、定期建物賃貸借って、2年なら2年とか3年3年絶対終わるんです。うん、6ヶ月前に言わないとダメなんです。でも6ヶ月前に言わなくても、例えば、期間満了の1ヶ月前に、あ、言うの忘れてた、半年前にってなって通知するんじゃないですか。 そうすると、通知から6ヶ月後出ていけって言います。要は、更新には絶対にならないんですよ。定期って。定期建物賃貸借って。普通賃貸借だと、これ正当時あ通知6ヶ月前にやらないと、法定更新です。だから、普通の賃貸借のとこと同じように考えちゃったんでしょうね。そうすると、6ヶ月前に言わないとダメだから、更新だったよね、丸っていう。それで4番に持ってかれちゃったんですよ。うん。だから4番にしちゃったんじゃないんですか間違えた方は。 うん、覚えておいてください。定期建物賃貸借は、え2年なら2年で終わるんです。ただ、半年前、6月前に通知しないと、出ていけって満了しても言えないんです。なぜなら、通知から6ヶ月は、借り主入れるように。だから延長なんですよ、更新じゃなくて。通知から6ヶ月に延長。っていうのの違いをちゃんとやっとかないと。でね、なんでここ絶対って言ってるかというと、賃貸不動産経営化しで資格で、今年、あの、来年、あの、卓建試験受験される方は絶対増えていくんですよ。 したらできますよ、みんな。うん、だって、ここのところは、もう定期建物賃貸借は、通知から6ヶ月で終われるっていう、もうこれ、知らなきゃ絶対ダメだと思なんですもん。うん。宅建では過去問にそれほどないから、盲点だったりするんですよね。だから今年2問とも、借地借火法が5割切った。でも、おそらく借地借火法は大事というのは、これ借地借火法大事じゃないっていうね、講師、ちょっとおかしい人なんで、基本的に。うん。そうすると借地借下法をみんなやっていくんじゃないですか。うん。そうすると、借地着火法は、これ、 どちらもあもうできなかったら、ああ、もうしょうがなかったですね、民法を取るべきところ取ってないですよねってなると思います。今年に関しては5割切ってるから、落としてもしょうがない。うん、だって、数字がものを言うから、えー、個人的には落としてほしくない問題ですけど、えー、でもしょうがないと思います。だって、これが、それぞれの方が正しいですから、私の感性よりも。次、問いの13、57.6。で、 これ57.6だから、まあ6割切ってるからまあ落としてもしょうがないかなとか感じるんだけど、実はこの問いの13はちょっと星印で、今年の最大の合否分けるポイントだったんですれあの合否を分ける問題って、合格者正当率と不合格者正当率の差が一番激しい問題です。うん。で、ちなみにこのテキスト、この、この冊子には載ってないんですけど、あの38.3%差あります。合格者の正当率が65.8%。え、不合格者の正当率27.5%。 随分違いますね。うん。でね、区分所有法は、そうですね、あの、難しいですやっぱり。不動産東京も。うん、だけど、やっぱり、この、過去出たところは、ちょっと逃してほしくないな、ちょってと。で、これね、1、2、3、0で、もう、丸の足はちょっとね、もう見ませんけど、4番×で、ここ、床面積は区画の中心線で囲まれた×。これ、内側線。 内側線ってあのクロスあの壁紙の内側です。で中心線っていうと壁神ってやつです。で一般的にねあの建物面積の時は壁神でね、うん、やっぱ表したりこう書いたり宣伝とかね多いんですよ。うん、でも区分所有法ではこれ内側線っていうのはこれおそらく過去問最近出てないからだと思うんですけどえこれあの講義とかで、ね、そういったところでもこれ絶対っていう多分書いてない方ほとんどないと思うんですよ。 うん、だからこれねちゃんと区分所有法ってあのやろうと思ったらもうすごい範囲だったりするんですけど少なくとも過去に出てるところちゃんと潰す、うん、あの不動産保はおそらく取りやすすいですよね、うん、だからここはちょっと取ってほしいなという、ね、ところだったんです。 うんだけど、まあやっぱり、区分所有法自体難しいから、ね、なかなかね、うん、きっちりいけなかったのかなっていうところですが、まあやっぱり、あの、合格者正党率6割超えてるんでね、うん、まあ、これは取って、取り、取り、取りたい問題でした。まあ、一番合否の、合格者正党率、不合格者正党率の差が大きい問題だと、ね、まあそれだけお伝えしました。で、あと次の問いの14が、正党率62.6%。あの、今年不動産登記法の方が、あの、区分所有法より正党率高かったんです。 で、おそらくそれは何でか言うと3番が丸だから。法人の合併とか会社の、ね、え、法人の合併って言うと人間でいう相続なんですよ。要は消滅会社は参加しようがない登記、共同申請できようがないから、単独でできる丸。この単独申請でできるものっていうので、あの、これもう覚えてポンっていうところでね。 もう不動産東京法全然わかんないから、もう全部捨てーじゃなくて、少なくとも過去でなところだけでも見とこうっていうぐらいにやっといた方は多分3番でいけたんでしょうね。これちなみに合格者の正当率がね、69.7とほぼ7割。合格者正当率が36.5。まあおそらくね、もう不動産投機法とかわかんないから、もう捨てちゃえっていうねう。そういったところか、それとも最低限過去でいたところだけ見とこうっていうね、うん、ところでまあ差がついたのかなってところです。だからあの、不動産東京立場難しいんですよ。 あの、多分テキスト読んでても分かりづらいし、技術的な問題だから。ただ少なくとも過去問に出てるとこだけも最後ね、もう追い込みでパーッと見とくだけでも、多分全然違うような感じかなっていうところです。で、ちなみに一番は、所有権移転登記があったら、単独じゃなくて共同申請ですね。うん。これは過去問。えあと、登記の申請する代理人の権限、本人の死亡によって消滅、ツ。これ代理権不消滅って、あの、不動産東京ではすごい昔よく出たんです。 うん、依頼者が登記の委任状を出した。亡くなっても、使用書士大変なんで委任状をもらい直すの、相続人から。えー、代理権は消滅しませんという、この2番、すごい大事な問題なんですよ。あと3つ目、信託の登記、単独でできない、これはよくわかんないですよね。うん。4番は知らなくていいです。こんなの覚えてないと。うん、だって3番で丸だから。 という3番見たことあるなら相続と会社同じだからね会社の合併って丸だろうとうそこで選べるとよかったなの問題でございました次都市計画法で一応権利関係そうですね半分ですやっぱり7は確保したいですねこれ権利関係ねあの今年あの3点でも受かりましたっていう方もいるんですよねすごいですよあのまあはっきり言ってね法令上の制限がねたまたま当たってる人ですその人 えー、私が言うのも失礼ですけどねたまたまですだって都市計画を建築基準法いや全部当たったんですよとそんな運の何者でもないですからそんなの、えー、だからたまたまなんだけどやっぱり実力で合格しようと思ったら権利は半分7、うん、これは欲しいですで、まあ、もちろんできればね例えば来年絶対リベンジーなんて言うと10点みたいに言うんですけどあの点数目標を高く持つのは素晴らしいことですただね例えば権利関係を「よし権利関係も9割だ!」とかね えもう絶対12点。えー、二も落としぐらいにするぞとかやると、はっきり言いましょう。空回りの勉強になる可能性がありますあの勝負は権利じゃねえんですよ、えー。権利じゃないんですよ。権利は守りなんですよ。うん、だからあの、多分民法がダメで、今年ダメだったっていうね、要は反省で毎年いらっしゃるんですよ。多いんですよ。いや、民法ができなかったからダメだったなと。多分そこ違います。おそらく行法です、えー。あと法令上制限で、これは絶対落としちゃいけないよねってところ落としちゃったり。 うん、そっちの方を見直してください。えー、でも、さすがに権利3点だと、いや、確かに権利ですねってね、ちょっと言いたくなっちゃうんで。うん、半分。うん、半分。もう、たまたまたっとも含めていいんですよ。半分。えー、そこはね、確保してほしいなってとこてます。じゃあ、法令はって言うとね、昨年と比べて圧倒的に難しいのは法令なんですよ。あの、点数下がった原因、権利じゃないですよ。法令です、絶対。えー、で、法令のところじゃあ見ますよ。まず問いの15なんですが、これ3番が ×102040 で、 1>, 1も2も4も漠然とした感じで丸かな、丸かな、丸かななんですよ。で、3番で、これでちょっと気づきたいなっていうのが、市街化区域と調整区域の区分の決定の有無を定めることができる。これ、区域区分ってやつですね。で、この区域区分って、最初に都市計画区域見て、え、都道府県が市街化区域、調整区域分けますよね。そうです。都道府県がやるもんじゃないですか。 地区整備計画っていう言葉あまり注目してないかもしれませんがこれね合わせてそうするとあれ地区整備計画って結構局地的な話なのに区域区分とか罰じゃねえとああこれはっきり自信持って罰いけなくてもいや都市計画の都道府県がやるもんだからこれ区域区分って地区整備計画で定めるってちょっとおかしくないかな当たりですと、うん、その3番で持ってけた動画が勝負ですね。 だから自信持ってこれたっていうふうにはなかなか難しかった、えー、でもこれ区域区分ってそもそも届けんだもんねっていうところね、うん、それは基本的知識の分類なんでただ1も2も4もなんか漠然としてるから正答率は57.5%、うんまあ、どちらかというと取りたいけど落としちゃってもしょうがないかなと今回今回この法令の難しい言響は問いの16開発行為が超難しかったよ おそらく開発雇用絶対取れよって言うと思うんですよ。私も言ってました。えー、この問題だったら絶対取れよって、とっても取じゃないけど口が裂けても言えません。えー、難しかったです。うん、で、ちなみにこの問いの16は42.4%で、あの、3番罰 2000? いや3000未満だから許可を受けなきゃいけない罰と4番の 8000? うん、まず8000はでかいけど施工、施工として行うっていうこの何とか事業の施工で受けなきゃいけない罰というちょっと3と4は絶対に手を触れてはいけない問題なんですよ。もう罰罰と。ところがこれはもう完全に1か2のこの戦いですよ。うん、で、普通にやってたらこれ、あれ2番って800だからあれ四街化区,区域って1000だよね。 ということで、ね、いや許可受けないいけない罰じゃないえ1番公園とかよく知らないけど、まあ、2番が罰だから1じゃないって1持ってかれるんですよね普通の原則論で考えたら逆1が罰で2が丸これ首都圏整備法に規定する規制市街地にある市街角域ちょっと難しい言い方だけどえ大都会だとね500なんですよ500なんですよ、うん、500以上で必要なんですよ載ってるテキストと載ってないテキストがあります 乗ってるテキストでうわこれ三大都市圏の大都市だと、ね、500以上なのかっていうのをちょっとでも見てればねあれこれじゃないのかっていけたけどもう全然そうじゃなかったら原則論で言ったらもう番しかもこのこの公演というのが、えー、どうだろうこれ例外にあったかなってなるんでね、うん、だから長男もだってこれ無理ですもんこれ。 えー、だから1と2で迷ってああ外しちゃった全然問題ありません、うん、ただまあ1回出るとね同じような問題が出たら、えー、特にねあの一度正解しになったものってまた何年かここ出るんですよまた何年かこ,こに、えー、でねこれね私はね絶対嫌な問題だと思うんですというか私は納得いかない問題なんですよなんでかっていうとこれね大都市の話って日本全国の宅建試験ですよ田舎の方でも受けてるんですよ田舎とか言ってまたなんかクレーム来ちゃうからっていうか今日収録だろ忘れててまた言っちゃいましたけどあの関係ないんですよこれ。 うん、要は、うん、地方の人には。だからそれを正解に政治するっていうのは、ちょっとね、邪道なんですよ、出し方がね、うん。だからあんまり問題として良くないと思います、ね。あんまりこういうのを言うとまた怒られちゃうんですけど、よろしくないです。うん、ただ出ちゃってるから。でもできなくていいからという。それを言いたかったんです。あと問いの17。これね、21.2。もうこれ、勘よりひどいですね。で、えー、×、丸×、×、×、×、 で、まずは一番で、これね、ホルマールデヒドって出た瞬間、うわあ毒々しい、ダメーみたいになりそうですが、実は、使うっていうのが認められてないわけじゃないです。要は、適合させるようにしなきゃいけないです。だから、あの、ダメじゃなくてね、うん、ちゃんと適合、ね、分量だ、そういうものを適合させないので、認められてないって意義っていうのが罰だよね。うん。で、あと二番目が、これね、2メートルじゃなくてね、1.5メートル以上、知らんわいですね。 これ、全然知らねえよ。こんなノーケアだよって言ってて大丈夫です。えー、でもね、問題はね、3と4で、この3番。防火地域、純防火地域で、外壁が防火構造であるものについては、外壁を臨地境界線に接して設けることができる。この3番で、あ、見たことあるのもあると。多分持ってかれたんですよ。うん。実はここ、防火構造が×で、対火構造なんです。ひどいですね。ひどいですね。 うん、ひどいですね。えー、そこかよみたいな。うん。これはね、あの、ここにちなみにね、ツした方、あの、や、ま、丸って正解詞に選んだ方はね、37.6いるんですよ。要は、正解詞より3番に持ってかれたんですよ。だからこの3番にしちゃった方の方が、標準的な感覚の人です。えー、あの、外れてなんか標準的とか褒められても嬉しくないと思いますけどね。でもね、3番の方がね、まともな人です。これ4番が丸なんですが、でね、4番どうすりゃいいのって話ですけど、 しょうががないと認めた時だから使用ができるあこれもそれっぽい。うん、でよく見たら3番で防火じゃなくてあれ大価か,かって気付いたらできるけどちょっときついじゃない。うん、多分あの3番の音が正解しになったっていう実績もあるしねどうしても3番に持っていかれちゃうこれはしょうがなかったと思います、うん、だから結局この問題のね最大のねあのポイントは3番なんですよ、うん、これで持っていかれてこの正答率ですよだから間違えてももう一回言いますけど大丈夫な問題ですで勘よりひどいんですから。 次、問いの18。これもすごかったですね。38.1%。で、これも38.1%で間違えてもしょうがないっちゃしょうがないんですけど、あの、これね、1番丸は、これあの、10分の8となるで、そうですね、あの、おまけなんでね。うん、これは言ってほしいんですよ、丸で。だと、2番が×。で、3番が丸。4番が丸なんですが、 あの、3番も憲兵率を最高限度が決められたんだったら最高限度以下じゃなきゃいけないでで丸で、3番も特に丸かなでいけると思うんですよ。要はね、2番と4番のやっぱ戦いだと思うんですね。うん、で、2番と4番の戦いで、で、どっちかっいうと4番の方が罰っぽくないですかだって、1が決定しているものなくてもできるって、1って決定しないとダメって言ってたじゃないですか、ゴミ処理場とか。空いたもの。うん、でもここでね、あの、認めて許可したっていうところがあるんですよ。 あれこんなのがあるぞどうなんだってなんですよね。で、結局2番が罰なんですが、これ、緩和できる。大事の承認を得れば緩和できるって、見たことある丸って。2番丸して4番罰にしますんね、これね。あの、ある程度過去問とかしっかりやってて、見てたら。ところが、この、この2番は、集落地区区域においてっていう、ここが入ってるから罰なんです。で、集落地区計画なんてやってます勉強で。やってないですよね。 うん、あの集落ってなんか田舎な感じのところでこうね民家はあるけど農業とかやってそういう感じのところなんですよね。うん、でそのイメージがあるとあの一応ねこのねあの集落地区計画区域って要は集落だから調整区域にやるもんなんですよ。で調整区域にやるもんで集落じゃないですかあの家屋もあるけど農業とと共存しよようみたいなところなこんですよそうするとやっぱそれは甘くこの用途規制を 緩和はまずいだろうと要は集落地区計画をこれ甘くするなんてもう集落地区計画ってね普通の都市計画の話と違ってもう調整区域でやるもんなんですよ、うん、だからこれいや集落地区計画で緩和はまずいんじゃないって気づきませんよねそんなのうんだから無茶だと思います無茶だと思います38.1ですということではい全然できなくていい問題でしたえー たまたまなんか集落地区計画とかで、なんかこう、あ旅行とか行ってね。いや、ここがなんか甘くして工場とか風俗とかできるとよろしくないねとか、思った方は当たるかもしれないけど、そうじゃなきゃ無理ゲーですよ、こんな当たるのね。ということで、別にできなくても。よかった問題でございます。はい、問いの19。で、こっからなんですよ。もう法令が難しい。やべえ。全然できない。なんだと。したら、パッパッパパッパーンとね、連続で正解できなきゃいけないところに入ってきます。 いきますまずこの問いの19が 88.、88.5%。はい。〇〇〇〇○○×。で、ちなみにこれ、あの、全体的に正答率88.5って高いんですが、あの合格者の正答率が95.4と。もうほぼみんな正解ですね。うん、で、あの、不合格者63.1と、うん。これもね、結構、合否分かれる問題の一つなんですよ。 で、ちなみにこの4番は、ここですね。宅地造成工事規制区域内で、造成宅地防災区域と指定できる指定できるかぶらない罰。趣旨が違うから。宅地造成工事規制区域ってこれから造成工事やって、これから宅地を造成していこう。造成宅地防災区域ってのは、すでに造成されたところなんですよ。それが災害によって危なくなっちゃったところなんですよね。もう全然、もう全然場所違います。 っていうところをちゃんと見てたかどうか、雰囲気でやってると全部丸に見えてしょうがないから、どっか、1とか2とか3につけちゃったとかいうパターンなんでしょうね。うん、ということで、この4番でピンポイントえ、できていただきたい問題でした。次、問いの20。88.4%。で、これ〇〇、丸々×丸で、多分4番とかよくわかんないな、ハテナとかだと思うんですけど、もう圧倒的3番の組合の許可が×、指示。 もうこれで3番で、あ、来たーともうこれだーとこれしかないっていうので選べないとまずかったものです。だから、あの、区画整理じゃないですか。勉強してて難しくないですか難しいんですよ。区画整理ってね、あの、独学でやってると特にね、全然なんかテキストんでもわかんないとかね、仮カカンチとかさっぱりわかんない、イメージわかんないなんだけど、これ区画整理してるってもう今の時代ないですよ。 あの10年ぐらい前だとね区画整理って本当費用対効果悪くてえあの3年に1回ぐらいどうしようもない問題なんですよ<う>でも少なくとも区画整理は過去に出てて何度も出てる特にこの問題知事の許可組合の許可なんてないぞなんてのはもうド定番なんですよ、うん、だからこの3番はピンポイントで当たんないときついですね、うん、落とせなかった絶対に落とせなかった問題だと思ってください、はい、問いの21農地法正答率 93.5%、○○×○、はい、〇〇でございます。で、これも絶対欲しいと思うんですね。砂利採取法の認可を受けて市街化調整区域の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける許可不要つ一時的でも許可もらえようですね。あの農地法、ちゃんと加工をしっかりやってて、落とすことはないはずでございます。うん、ということで、この農地法ももうこれ以上は語りません。もう絶対に取らななきゃいけないけ 絶対に正解しなきゃいけない問題でした。で、国土82.6。今、あのー、タグゾー区画整理、農地、えー、国土の中では一番正当率は低い方ですが、それでもこれ取らなきゃまずいんですよ。×××ツ4番が丸なんですが、まず3週間じゃなくて、これ届けて2週間ですよね。あと2番目なんですけど、これ、 対価の額、助言ができるってなってるんですが、あの、対価の額って審査しない。だから勧告できないっていうのは聞いたことありますうん。じゃあ助言はアドバイスはと。いや、もっとしないでしょうね。うん。だって勧告しないんだから審査しないんだから助言もな,ないだろうなって言ってほしいですね。助言ができるかできないかまでは覚えてないでしょうけど、さすがに助言もできないんじゃないのっていう根本分かってると。対価の額って審査しないっていう。あと3番目。罰則の適用はない。 これ届出しないのは罰則ありえるんですよね勧告受けて無視しても罰則はないけども届け出をしないっていうこの国土利用計画に違反するっていうのはこれ罰則あります。で4番目が、はい、2万の土地 B 市に1万 C 業者に1万 B 市は届け出いらないそう国地方公共団体いらないですもんね片方いたらでもう片方は宅建業者届け出がいるいや面積いってますもんね丸。 もう絶対的に丸ですね、うん、全然もう引っ掛けどころでも何でもない普通の問題ですね。という問題でこれは取らなきゃいけない問題でした。というねだからこの法律上の制限でも取るべきところをしっかり取るというね、うん、ただまあ開発行為のところがもうええっていうね定番じゃなく難しかったところがきつかったのとあと建築技術法1問ぐらいはね どっちかぐららい取らせる問題で欲し4つともなんかなかなか結構厳しくて大変だったところでもうこれ難しいなってね心折れちゃった方は、まあ、いらっしゃったんじゃないかですかでらに問いの23でこれも心折れる問題で所得税法とあんなの出るなんて聞いてねえぞですよねそう全然予想してないですよね、うん、どこがね印紙、うん、税がだとかって贈与税がとかっていろいろ予想しててみんな外れてんじゃねえかと、ね、予想しないのが一番なんです。 えー、という、なんか、私、はあんまり予想が好きじゃないんでね。というか、私が予想しても外すんですよ。うん、だから予想って嫌いなんですよ。あの予想なんてしなくても、ちゃんとやるべきところやってる、る当たるか、受かるからと。というところだったんですけど、これはね、無理。えー、28.6。でも、なんか25巻よりいいじゃんなんですが、これね、102×3×4× なんですけど、 んこれどうするって話ですけどあのもうじゃあ所得税のねこの本則のこの勉強ねこのこの譲渡の話をやるかったらあのもしリ利ン塾見てもやんない方がいいですよあだってすごい労力かかりますからねでその時にあの例えば2番あたりの資産の取得後に資産は設備改良費の額含まれないってこれ経費とかなんか含まれないと嫌じゃないですかだって価値上げてんだからだからなんかこう趣旨考えると罰かなってちょっといけそうかななんですよね で、あとは、あの、賃借権の設定の対価って3番あるじゃないですか。で、不動産所得して課税されたんですが、これ不動産所得ってね、あの、家賃収入のことなんですよ。だこういうの、親さんとか投資、不動産投資やってる方はよくご存知なんですよね。ここら辺でね。いや、家賃収入なんだから、権利金この設定の対価って借りる権利買おうかなんですよ。家賃じゃないから、これ違うんじゃないみたいなね。罰かなって。まあまあ考えないですかね。 えー、不動産投資やってても結局金が入るか入んないかなんでねそんな税金のことまであんまり考えてなかったりするんでね、うん、税理士に任せてますみたいになっちゃうんでねちょっとここら辺まあやっても悪くないかなだけどやる必要はないでしょうねあとはこの特別控除額50万円って分離課税の場合は控除されないっで知らんわいですよね、うん、あのお手を触れない方がいいと思います、うん、じゃあ解説するなんだけど、えー、あのこれやんなきゃいけないのかなモヤモヤしてる方のために言っときます絶対いらないとなんで来年出ても絶対いらないので これがもしね20年後ぐらいにもうこれ何度も,もう出て定番になってねもう20年後私が生きてたらえここはやらないと合否分かれますって言ってるかもしれませんえとりあえず今の段階この23年で皆さん受かろうなんて思ってんだったら絶対やらないとこなんで次問いの2466.5%でこれは210だったら1200万工事あるよねまるでまあ普通のものです で、あと2番目、うん、3年経過してってずいぶん長くないと。3年これ6ヶ月。で、ちなみに、業者とかだと1年。これもね、あの過去もなんですよ、これ。だから過去出てるからバツでちょっと自信持って言ってほしいとかですね。あとは、申告納付じゃないよ、普通徴収だよ、3番バツあと4番目、これ、 不動産取得税4%超えることができないってなってるんですが、これね、あの地方税ってね、条例でね、いかようにもなんですよ、固定産税もここも、おあの条例で高くしたり安くしたり、だから、これ、いや、条例とかがあって、安くしたり高くできないって、まあ、やっぱ知らないとね、無理ですけど、でもなんか、条例でできるとかっていうのがあったから、ここもできんのかな、はっきり言って、覚えてないと思います。ね、×バかな、でも一番でやっぱりこの千山工場は、ある程度自信持っていってほしいと思います。 だから66.5って、おそらく合格者正答率七7割とかいくんですよ。と、うん、いうか、7割いって言うんですよ。うん、だから、この問題はやっぱり取得税、ね、ちょっと取りたい、うん、ちょっと部類かなっていうところです。固定産税、取得税ね、まあ、総合問題で出なかったけど、取得税の方が出ましたね。まあ、結構、ここのところで取れるか取れないかは変わっていくんじゃないでしょうか。はいちょっと前半、休憩前の最後の問題25なんですが、これね、あの正答率が51.1%。 うん、で正答率悪かったんですけど「〇〇○○×○〇」ではっきり言って1番派手な2番も派手な4番もちょっとよくわかんないってることってなる可能性が高いと思いますが3番これ×でもうね目を皿に用意して何かねかなんかヒントないかっていうとよく見てくださいね特殊な事情を含み影響を及ぼしている適切に補正することを「自転修正」という×。 あの不動産鑑定評価で「時点修正」と時常「時状補正」っていうね「時状」と「時,と時点」っていう二つの言葉を分かってたら「時状だから時状じゃない」と「時点」って時期の話でしょと「うん、これだ!」ってこの「時点」で「時状なのに時点おかしい」っていう、ね、ここでバツってこれ見つけられたとかもうだからおもう覚えてるというよりはこの3番のところで「いや「時状なのに時点修正」ってなんか言葉おかしくないっていう、うん、これ。 五十六、五十点、五十一点一って,って,ってまあまあですよね。で、私はねこれあの頑張ってあの諦めなければ一人四て分かんないけどもうどれがもう絶対間違うかどれかなってもう気合入れてればなんか結構三番点諦めなければ見つかった可能性があるんじゃないかなっていう問題だと思うんですよ。うん。だからこの問題なんかは不動産鑑定評価をまともになんかテキストで勉強してざっくりなんかよく分かってないのに分かった感じでやっててそれだけで漠然といくと全部分かんないですよ。うん。もう割り切ってキーワードでやるとかね。 うん、そうすると、不動産鑑定良かった、意外といいかなっていうところでございます。まあ、とりあえずね、まあ、えー、解説をここまでしたところで、休憩にして、十分休憩して。あの後半ね、あの宅建業法、そして五問目じゃっていきます。じゃあ、休憩です。十分休憩です。はい、それでは再開いたします。じゃあ次、次宅建業法ですね、見てまいりますね。で、宅建業法ですね、うん、正当率が悪いのが一個だけ、え五割切ったのがありますが。まあ、そこ以外はね、ちょっとね、取りたいなあ、という問題がね、目白押しな感じではございました。 じじゃゃあいきましょうじゃあ26番から、えー、問いの26正答率93.6%ですねでまあ合格者合格者問わずねまあ皆さんよくできてたところです一番が×は定番1000人の取引じゃなきゃいけない1000人じゃなくていいんですよね5人に1人とカウントされる人じゃなくても取引地でさえあれさえすればいいので×で2番目代金以外に授与される金額だけなく目的 何のためのお金っていうのも、い,いえ、説明しなきゃいけない、丸。もうこれはちょっとある程度自信持っていただき、3、4は、あの、時期ってないですね、重節にね。重節に時期なしっていうね、格言もありますが、時期っていうのは、まあ契約で決めるんで、ね、え契約で決めるから、まだ重節の段階では時期なんて決まってるわけないでしょってうね。こういう考え方です。時期はない、3番、4番。これ、やっぱり2番でピンポイント。そして1、3、4。個数でもおそらく正当率は相当高くなる。 え問題でございます。一個一個丁寧にという。次、問いの27。95.7%。うんで、あの、バツバツ丸ではございますが、まず一番5年経過した場合ってなってんですよね。じゃあ、5年経過してればできますねと、うん。まあ、ここ別に普通の問題で。二番目、復権。得た場合においてもできないって、いや、復権得たら、 今日すぐ OK ですもんね。うん、罰だね。あと、3番目、懲役1年の刑緯渡された高等裁判所に、はい、控訴、継続中。まだ裁判確定してないんですよね。逆転無罪もあり得るから、できない、罰。できるんですね。まあ、さすがに一審で有罪判決を受けてね、よし、不動産始めるかっていうね、気合入ったらね、ハート強いっていうか、メンタル強いやつあんまりいないと思いますけどね。うんだけど、できるかできないかあったら、まだ確定してないんだから、できるんですね。 あと4番目。はい。卓券業法で罰金刑です。5年経過しなければできない丸。まあ、特になんか、語ることもなく、普通の、普通の問題です。はい。で、問いの28、86.4。で、罰、罰、罰、え丸なんですが、まずい1番は、英検知事経由せずにって、ここ登録だから経由ですね。今いるところを経由して持っていくって話ですね。 あの、これ、あの、宅建業の免許と取引所の登録との違いがちゃんと分かっているかっていうところで、まあ、勝負決まったと思います。あとは2番目、上場の遺憾問わず登録少女しなきゃいけないって、あの、絶対なんか消されるのって重いときだけです。うん、重ければ、まあ、少女だけど、えー、しなきゃいけないって遺憾問わずっておかしいだろう、罰と。あと3つ目、これ、専人の取引所ではないので、勤務先の変更を登録しなくてもよいって、これ、 千人の取引じゃないからいらないって。いや、千人とか千人関係なくやらなきゃいけないんですよ、乗ってることは。バツあと4番目。はい。おつけに転勤することになった登録は後見地に申請しなきゃいけない。はい。丸ま,まあ、それほど語るまでもないと思うんですけどね。はい。丸、ま、これも普通の問題でございました。で、次のですね、問いの29。正答率が80.4%なんですが、この問題は合否脇消えの問題です。 なぜなら、合格者正当率86.9。不合格者正当率56.9、うん。この問題って、うん、あの、だいたい30ポイント、30%パー差があるんですよ。うん、で、えー、一応ちょっと確認しますけど、えー、1が×、2が×、3が×、4が丸なんですが、まずいきます。1番。従業者名簿を備えなきゃいけない5年×。従業者名簿で10で、10年なんですね。 で新築住宅のなんかあの帳簿とあそこともうやっぱごちゃになりやすいですけど従業者名簿10年ってやっぱピンポイントでいきたいと思います。あと2番目案内書です。おいては売買契約締結を行えばい,い標識掲示しなくてもいいバツあのこれ契約とか予約とかあの法律行為やらないところは取引者はゼロでいいですよね。うん、でも標識っていりますよね仕事やるところだから。うん、これ罰 これも自信持って言ってほしいですね。あと3番目。案内書。報酬額の掲示しなきゃいけない。罰。で、やっぱここね、うん、苦手にこう言っちゃう方多いんだろうなと思うんですけど、あの案内書で、ね、売買契約締結やるっていうことでね。要は売買契約するんだから、ぼったくり防止の報酬額の掲示って、私もね、した方がいいと思うんですよ。あった方が。うん。でもいらないんですよ。だって案内書は事務所じゃないからという。う完全ルールですよね。 だこの宅建業法って本当ロジカルじゃないんですよ。なんで置いた方がいいじゃんと。こっちの方がいいじゃんと。この方がいいじゃんっていうところいっぱいあります。私ね、あの、ね、一番受験の時嫌いです。宅建業法は。もうね、美しくないんですよ。民法って美しいんですよ。民法って一応聞いて字を知れるし、すごいね、ロジカルなんですよ。もう業法って何この法律みたいな。絶対不動産なんかになりたくねえったら思いっきり不動産業開業してましたけどね。だから人生どうなるかわかんないんだけど、とりあえず業法はね、引っ掛けころゲームとしてね、やるとね、まあまあ面白いです。 でも、勉強として学問としてやるのは最低につまんないです。えー、だってこんなの置いといた方がいいじゃないですか、契約するんだからと。うん。でも案内書は事務所じゃないから、いらないですよね。で、あと4番目。はい。今回、事務所以外の場所です。はい。予約契約定義図、申し込みを受けない場合、専人の取引を遅せはない。丸。そう。事務所じゃないんだから。えー、申し込み契約をしない話だったら取引ゼロでいいですよね。うん。超重要な問題なんですよ。 この、ね、案内書の話ってねもうここまでちゃんと入ってるのちゃんとっていうねでどうしてもね重説とかね37条とかあっちの方に力いっちゃうんですよねで手続き回りっておろそかなんですよでも手続き回りの方が大変だから、えー、もう本当に手続き回りって覚えなきゃダメなことだからだからちょっとでも油断するとあもう首都でいい点取っててもねあの直前宅建業法全然やんないと多分ね難しいんですよ合格がうんあの記憶があのいやいやいやになるから。 ね、ということで、ここなんかはきっちり締めていっていただきたい。ね、そんな問題でした。次、問いの30。94.3%。個数なのにこれすごいですね。えー、まる、ばつ、ばつ、まるなんですが、一番は著しく事実に表示,表示してはならないって、当たり前だろうで言ってほしいですね。あと、二番目、依頼者の依頼の有無にかかわらず、はい、広告料金受領できないですね。 依頼があって、あえて依頼があったらもらえるけど。ええー、でもそうじゃなきゃ無理でしょうね。あと、三つ目。それ以降は明示する必要はないって最初だけですか。いや、広告の旅ですよね。うん、だから罰という。あと、A、え貸対策の媒介の依頼です。はい。当該マンションが申請中建築確認。広告できない。あの、広告、ダメですね。売買交換対策すべて。 あの建築確認とか開発行為とか許認可オールクリアになるまでできませんよね。えー、あの賃貸の場合ね契約はできるんですけどね、うん、広告は売買も交換も対職も全部ダメですよね。うん、というこれも大事な知識ということでこの問題は個数でも正答率これですやっぱすごいですね今は受験生レベル高いと思います。ということでした次問いの31でこれがね67.3%なんですよ。 で、60超えたらやっぱ取らなきゃいけない問題なんですが、この問題、えぇ、ー、10 20、20、3×40 で、まあ、3番でピンポイント言ってほしいとこです。で、ちなみにこれ合否で分ける問題で、あの、合格者正当率が、え点、ー、73.8。70%超えです。うん、不合格者正当率43.3。えぇ、ー、不合格者の正当率ね、5割金ですよ。うん、これ合否分かれる問題ですよ。 で何がやっぱ難しいかだって担保提供を求めることができるとかって見たことないですもんね。うん、ただまあいやこれお金この業者大丈夫かなと保証協会入会させて保証協会で入会前のお客さんも保護するじゃないですか大丈夫かなこの人担保提供しといてとかって、まあ、やっぱ法律勉強してるとなんか怪しい時に担保提供を求,求めることができるってパターン多くないですか うん、あの、過去問だけの丸暗記だとそういうの全然やれないんですけど、あの、全体を見るとね、いや、担保提供とかってそういうの求めることって、いや、できるんじゃないのちょっとわかんないけど、ハテナだけど丸かな ?2 番。正当な理由がある場合だけは拒んではならない。でしょうね。うん。こんなのは,はっきり覚えてないけど、いや、丸なんじゃないかなですね。で、3つ目。これ。弁済業務保証金の還付がなされた、金持ってかれた時は、その日から2週間、はい来たっばーっつ 完封持ってかれた日から2週間ですか違うんですよ。通知からなんですよ。通知されないと減ったって気づかないじゃないですか。この引っ掛けって、土天型引っ掛けなんですよ。だから、卓建業法って、どうもね、やっぱりね、なんかこう、テキストに書いてある赤い字を覚えるとかね。それなんか、載ってることを覚える覚える覚えるばっかりやってる方って、多分ね、合格レベルいかないですよね。引っ掛け方覚えないと。引っ掛け方。 もうこれなんて通知からっていうのってもう,もう何,度も何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 度も出てるパターンなんですよ。そしたらここのところって、そのって何と。だこういう日本語難しいです指示語。えー、そのって何あ、カンプがなされた時はその日から。あ、カンプがなされたその日ね。じゃあ通知じゃないじゃん、バツと。もうここでね、ピンポイントでいけたかっていうところが語彙の境目ですね。うん。だから、もう一回言いますけど、この試験は勝負は強行なんですよ。 多分直前期権利のやったら難しいことがやってると、業法がおろそかになっていかないとかね。そういう目に遭っちゃうんですよ。逆に、業法はもう、もしでもできるよ。もう40点オーバーで常にできるよって方でも、業法最後の最後にちゃんと見てるかどうかってね。そこのところってすごい大事なんですよ。だから、本当に業法は大事にしないとと。1、2は覚えていなくていいんですよ。でも3番でこれ、ピンポで言ってほしいですね。あと、4番目も、保証協会報告しなきゃ、ちょっとなんかわからないな、これもね。っていうね。 難しいんですよでも3番で×だからもう3番で圧倒的にこう正解値持ってって欲しかった問題えこれ124全部なんか難しいですよえでも3番でいける、ね、そういう問題です次問いの3260.9%あの行方ではちょっと低い方でしたね、うん、でそらくやっぱり1番がツ×××ツ。1番が丸が難しかったと思うんですがこれあの免許がいるかいらないかの問題って。 自ら対策は免許いらないっていう問題で大体ね75ぐらいね過去ね正解できちゃうんできんすよそす免許がいるかいらないかの問題はなんかもうできるなーみたいになってるといやーそんな甘い問題じゃないないこともあるわけですよ。でこの問題はやっぱ厳しめで厳しめでこれ都市計画に規定する用途地域外でちなみに宅地って建物建建てる土地建物を建てる目的の土地なんですよね。 で、用途地域内だったら宅地にあたる商品宅地だけど、これ、ソーラーパネルっていうのが建物になるのかっていう話なんですが、建物じゃないです。パネルなんで。だからね、この問題ね、ソーラーパネル設置するため媒介する場合免許いらない。丸。ソーラーパネルを探すのをひたすらやってるだけだったら免許いりません。ところがね、ソーラーパネルって結構ね、あの、まあ、最近ちょっと下火なんですけどね、うんくり多かったんですよ。 あ私は不動産業者なんで、ね、ソーラーパネルとかでなんか土地ねえみたい、うん、あ、じゃあ探しましょうかってやるんですよ業務で、うん、だからいやソーラーパネルもやるよね業務でだからいるんじゃねえみたいになってそこら辺で間違えてるんですよね、うん、だからこれちゃんとロジックでやらないとえ要はソーラーパネルはこれ建物じゃねえじゃねえのえじゃあ用途地域外だから建物建てる目的じゃない建物ないじゃあ商品宅地じゃないから免許はいらないまる なかなかレベル高い問題だけど、業法はちゃんとやりましょう。えあと2番目。これ、完知住宅要として分譲しようとする場合って、いや、これ分譲なんだから、これ当然、免許いるでしょうね。うん。ここはちょっと、まあ、罰で。あと3番目。売却の代理をする場合、免許はしておいて、人様のもの頼まれるとき代理、免許いる罰。農協さんでも。うん。あの、農協で免許いるっていうパターン、過去問に何度も出てますね。うん。それ見ときは罰でいけるはずです。あと4番目。D 社。 地方公共団体がどうのって言うけど D 社は媒介をするんです、えー、頼まれる相手がこれなんか地方公共団体云々ん」とかなってても「D 社は媒介」なんだから人様のものを頼まれる時は免許いりますんで罰ということで、まあ、一応ねあの免許いるだろうにしちゃうと全部なんか罰に見えてで最終的に一を丸にできればよかったんですけど。 うん、まあそれでもこれ60.9ということでなかなかこれはちょっと取りたいな業法60%超えてるものは取りたいなの問題です次問いの3394.2でハザードマップは多分出る出るって言われてたと思うんですよだってもう改正の業法の目玉ですからね、うん、でも大門で出たってちょっとびっくりでしたけどね、うん、でも大門で出ても これだけの正答率、やっぱすごいですね。うん、受験生の方ね、こういう情報は分かってますね。で、一番丸なんですが、これ、あの、重説に、あの、まあ、記載するんだけど、重要事項の説明の提出すべき、ハザーマップが存在しない旨を、うん、説明すればよい。いや、ないんだからそうです。うん。で、あの、あの市町村とか作ってない場合に、業者作るかって言ったら、業者が作ってもしょうがないんだよね、ハザードマップを。うん。だから、印刷して、あれば渡す。なければ、あ、ございませんでしたと。 もちろんこれで OK です。だから、まあ、ハザードマップっていう言葉だけでいるっていうね。うん、それだけだとちょっと危ない問題ですけど危なかったですけどね。まあ、ここら辺までやってる方が多かったでしょう。あと、いずれか一種類っていうところで罰なんですけど、あの、いずれか一種類ってどれにしようかなって選ぶっておかしくないですか全部出せよ、せっかくだからですよね。とか、全部出さないとまずくないですかうん、いずれかじゃねえだろっていう、もう、ハートでいけますよ、これ。 ね、あと「大く君」の時はいらないって命に関わるハザード命に関わるものは大く君にもいるだろうと、うん、4番重要事項説明書にハザードマップを添付すれば足りる説明なんだから足りねえだろうというだから結局1番だなってなったんでしょうね、うん、という方が多かったと思いますだからはっきりちまるとかじゃなくてねいやじゃあ1しかないよねうん成長率高かったですね取らなきゃいけなかった問題でございます問いの34、はいのは 95.3%。えバ、ー、ツ丸、バツ。で、まず一番は大臣、大臣免許を、はい、教託しました。業者が、大臣に直接届け出ですね。届け出る必要はない。いや、届けているからツ。これも普通の問題です。あと二番目、債権弁済を受ける権利を有するもの。はい、取引したものが業者以外とすれば、その権利を有しない、業者の場合もらえない、丸。 超有名な問題ですよね。これね、昔はもらえたんですけどね。今もらえませんもんね。丸自信持って。あと3番目。金銭と有価証券、併用できますね。えー、あの、保証協会の分担金の場合は金銭のみですけど、うん、営業証券の場合は組み合わせても全然問題ないですもんね。あと4番目。これ、国債100分の90、×。ここでも瞬殺ですよ、これ。100分の100。全額。えー、国債は全部。 地方裁イ型と90。分の80。ここも×。え、ね、もう両方×。×、×、×、×。通常の知識でいける問題。取っていただきたい問題です。次、問いの35。<laughs> 77.8%。これも取りたいものです。個数だけど。〇〇○、○、×、○でございます。 で、一番のやっぱ罰則がね、最近あのもうこの、ほとんど出なかったのが過去二度ほど出てるんで、そういうのでちょっとナーバスになっちゃう方いるんですが、基本的にもう罰則があるかないかで、10万以下の過料、こんなもんだろうって、まあ皆さんできたんでしょうね。うん、なんか疑いの目で持っちゃうと、うがって罰にする可能性はあるけど、うん、これ丸です。普通に考えれば。あと二番目、お津県知事の登録を受けることができない。これ、宅検士事務禁止受けた。え、申請が処分された。 合格したほかに、すごいですね。また受かったみたいですよ。一回受かったのに。こんな試験一回受かったらもう二度と受けたくないですよね。普通はね。また受かったんですって。大したもんですね。でも残念ながらできませんよね。当たり前ですよ。そしたらもうダメだったら他の件って、ええ、いろんなところでできちゃうじゃないですか。うん、だから、丸。これも過去に出てましたね。あと、うなんですけど、住所変更したときに登録の移転ができるって、住所しか書いてないですよね。これ、住所だけだと登録の移転ってできない。職場基準。 職場が変わんないと、自分の登録先じゃない都道府県に職場が変わんないと、登録の移転ってできるは罰、できない罰。そして4番目、本籍変更。はい。期待なく貢献地に変更の登録しなきゃいけない。これ、資格登録簿に本籍地は載ってますからね。えー、本籍地は。あの、合格するとね、身分証明書って,って本籍地で取る書面があるんですよ。あの、破産していません、ボケてませんっていうのを。 うん、それ添付するから本籍地書くんですよ。本籍地載ってますということで、丸普通の問題です。〇〇○×丸これも手続きの本の話って個数で出るとやっぱりね、あまりちょっと記憶に自信がない方って厳しいんですけどね、うん、でもこれは業法、やっぱり取らなきゃいけない問題、業法はやっぱ満点狙うというのは本当大事なことです。次問いの36で 〇〇であの 234○○○ で一番が×ってできた方は多いと思うんですけどこの一番建物の対策なんですねで都市計画法29条1項の規定に基づく制限ってなんだこれってちょっとわ分かんなくないですかこれ何だろうってね、うん。ただ何だろうなんだけど234があのこれはもういるよねっていうことで消去法で一番っていう方は多分多かったと思います。 でもあともう一点は借借って借りる立場じゃないですかそうするとね都市計画法とかってまちづくりのルールだからあの買う人にはねあの建物の制限とかだからいるけど借りる人建物増築とか改築とかは新築しないじゃないですかだからあれ法令上の制限の都市計画法だから借りる人はこれん関係ないのかな所有者になる人には関わるけどねっていけたんでしょうね。 うん、だから、あとはまあ、ま、234が丸だから1しか残んないよねと。29条一項の規定に基づくというよりは、都市計画の方の指定だから、一番が×かなで当たったんでしょう。うん、ということで、一番×。これも、やっぱり正答率見る限り取らなきゃいけない問題でございます。次、37。82.3%。××罰罰丸罰× <laughs>。 で、まず一番です。<laughs> 契約、マンションの契約、成立させました。占有部分において、ペットの飼育が禁止されているときは、重要事項の説明に説明し、37条にも記載しなきゃいけない、バツ。37条にはいりません。で、この判断は、あの、契約内容かないどうかなんですよ。要は合意内容かどうかなんですよ。試験では。要は、重要事項の説明ではいりますよ。 ペットの話はそれは説明しないいとまずいですからねでも契約書に書くかってらいらないんですよ。だってペットがダメですとかっていうのってそれってルールじゃないですか物件の説明じゃないですか合意内容じゃないんですよ。だからペットの話なんていうのは記載しなきゃいけない罰、うん、ある程度自信持ってほしいんですよこの試験では。うん、でねあの仕事やってるとね例えばペットダメとかってそれをねちゃんとねあの借り主にあの言,い言い聞かせるためにね突起事項とかで書くことって結構あるんですよ。 いや、重説でやった内容を、ね、で、全、あの、大体ね、バイ,バイの場合なんて、重説でやった内容を突起事故にどとんど書きます。対策も。うん、だから、仕事とかやってると、いや、これ大事なことだから書いた方がいいんじゃねみたいなんですよね。あと、試験やってても、え、いや、こういうのって大事だから書いた方がいいんじゃねって、もうなんか、大事だから重説にも規約書も、全部入れそうってやってるっちゃ合格にはならないですよ、絶対、この試験。え、合意内容なのか、説明なのか、物件の説明なのか、そこの判断なんですよ。だから、ペットが、 いいとか悪いとか、えー、飼育が禁止されてる合意内容じゃないです。えー、物件の説明だかららにはいんんわいなんです、ねうん、という根本やるとね暗記減るんですよあの。なるべく試験って覚えること減らすっていうのは本当大事で、えー、理解でやるっていうね、うん、そういうのはもしねあのまだまだチャレンジこれからやるっていう方は他の試験にも当てはまるんでね。 うん、あの、とにかくなんか、とにかく覚える覚えるっていうよりは、ちゃんと理解があった方がいいと思います。あとは、その次ですが、手付金を受領する場合、保全措置講じないことを説明し、37条に記載しなきゃいけない。これね、あの、どっちもいらないです。あの、そう保全措置講じないんだから。お<う>いらないです。講じないの。で、ちなみに、これ、あの、手付金、売買代金以外のお金から手付金があるっていうのは言わなきゃダメですよ。 うん、でもここのところを×。あと3番目、これです。土地の売買規約成立させた場合において、金銭以外の授受の定めがある。授受の時期、三十何庶目記載しなきゃいけない、丸。多分三3番でピンポイントいけた方が多いと思います。うん、だから、2番あたりってちょっと微妙じゃないですか。これ微妙だと思うんですよ。でも3番で、定めたんだから書くだろ、丸。これはやられてください。2番ね、はっきり覚えてるんぬ関係ないですよ。で、1番はできてほしいけど、3番で絶対丸って言ってほしいと思います。 だと、4番目。自ら運営士となる建物売買。自ら貸借となる賃貸し契約。いずれにおいても37条を作成し、こうしなきゃいけない。罰。うん、これあの、自ら貸主っていうところが入ってますもんね。自ら貸借は宅建業法の適用はない。だから、中節も37条もいりませんね。という。あのーうん、業者がね、貸主になる物件でも、ちゃんと説明とか契約書作るんですよ、普通は。 だけど、試験でいるかいらないかったら、義務はない。そこをやれるかどうかですね。ということで、この問題82.3ということは、これも落とすわけにはいかない問題でした。そして、はい、問いの38、出ました。49.2%。はい。で、これ49.2%なんですが、うん。 そうですね。やっぱまあ難しいっちゃ、やっぱ難しいっすよ。で、あの、まあ何が、何が、何が問題かって言ったら、まず個数だったら難しいですね。で、違反しないもないくつかで、あ、い、違反しない、えー、しない、いもしない、うもしない、えもしない。ないという、ね、まあ問題ではございました。 じゃあいきます、ね、あ、本契約を締結する際に B から6か月としたい申し出があったが協議して有効期限は3か月とした、まあ、これは違反しないでしょうね別に3か月をしてますねだか6ヶ月とかいうのがどうなん,なんだけどこれ一般媒介なんですよねこれ一般媒介だから一般媒介ってあの別に6か月でももしなったらなったらでいいし、ね、あの特に制限ないので。 うん。だから、まあ、これ違反しないよねです。これが正しい解き方。あと、い、いきます。これ、あのー、契約の業務の処理状況を、えー、口頭により14日に1回の頻度で行った、14日に1回ってちょっとなんか短くねえなんだけど、いや、これ別に一般だからやらなくていいんでやらなくていいものをやるのは、別に行っても違反しません。うん。これも違反しないです。で、あと次、う。 指定流通行に登録したが、はい、書面を登録してから14日後に B にこって、なんかあのー、ここって地帯なくじゃなかったと遅くない ?14 日ってなんだけど、そもそも、そもそも、一般毎回指定流通行レインズに登録義務ないんです。ないんだから、別にやらなくていいことやって渡すのだって、別に14日後に渡していいじゃねえかと。ええ、まあ、ここら辺でしょうね。なんか登録したからにはなんか14日って遅くないとかってなっちゃった可能性があるでしょうね。 うん。まあ、個数の難しいところですよね。あと、え、当該有効期間を定めなかったってなってますが、今回、え、退にかかる一般媒介になってますよ、これ。売買のつもりが対借にすると。やっぱ売るのやめて対借にすると。うん。退職は媒介契約のルール全くないです。うん。だから、対借の場合有効期間を定めない。あ別に構いませんよ。対借媒介のこの規制ないから、違反しない。ということで、全部違反しない。 えー、で、この全部違反しないっていう時に、まずは、あの、こういう全部違反しないとか、全部違反するとか、全部正しい、全部誤ってるなんていうのは、この試験は年柄年中の日常茶飯事でございます。なのに、やっぱり慣れてないと、えー、問題慣れてないと、一個ぐらいなんか違反するものありそうだなとか、えー、全部違反してないって何かおかしいなみたいな、うん、これを違反するにしてみようみたいな、あの、絶対考えちゃダメなんですよ。 うん、もうむしろ、なんかまた全部違反しないって出すんじゃないのぐらいはね、それぐらいの方が当たるっていうね、うん、あのそういうやり方してほしくないんですけど、うん、とりあえず全部違反するとかしないとかっていうのは、この試験では普通なんです、うん。なぜかというとね、この試験出す人たちで国交省の役人でね、やっぱねすごいんですよ、もう試験のことをよく知ってる。もう国会、国会集買って、もうね、もう東大とかね、京大とかいい大学出て、もうね、水も甘いも知ってるやからなんですよ、あいつは。 だからもう、一個ぐらい間違いとか誤ってるものあるだろうぐらいの庶民は思う,思うだろうつってって、そうやってね、全部正しいとか全部誤ってるのにした方が、本当の実力を測れるんですよ。うん、だから、この試験はね、多いです、そういうのが、うん。っていうのも考慮に入れても悪くないかなと思います。まあ、この問題、ちょっとやっぱ難しいですけど、でも取ってほしかったですね。うん、あと次、問いの39 68.。68.4%。 で、これ、書面、書面に関する記述って言ってるけど、結局、クーリングオフの内容聞いてますよね。何年か前にも出たパターンでございます。はい。1、0、2、×、3、×、4、×。で、まずは、まあ、1番は記載しなきゃいけないんで、丸ディートでしょうけど、2番は、引き渡し、または、代金全部。あの、両方ですよね。両方はないと、クーリングオフって、あれ、できないね、風、うん、にならないよね、ですよね。 あと3番目。A に到達した時点で、効力発生。発信主義。ポストに入れた時、出した時に国語の効力ですよね。という、何でも出てる基本的知識。あと、4番目が結構渋いですね。告知書面には A 及び B の称号とかを記載しなきゃいけない。あ、会社名とか書くだろうねで丸にしちゃいそうではございますが、見てください。B の称号っていります ?B って何ですか中華ですよ。 あのクーリングオフって水軽に制限の話だから売り主の業者だけです売り主の業者と買い主の間の話なんでだから仲介の名前いや書いてもいいけど書く義務ないですし、ね、書く必要ないですというなんか4番あたりに雰囲気で言っちゃうと間違えちゃったからの問題ですが68.4これはやっぱ取るべき問題あの合格した説はやっぱ7割超えて、ねうんでねやっぱ取りたい問題取るべき問題だと思ってくださいあと問いの40が94.7% バツバツ丸バツじゃあいきますね宅建業者は帳簿備え取引合達道、えー、事項を記載しなきゃいけないが支店および案内書には備え付ける必要はないってありますが案内書には確かにいらないけど支店はいるんじゃないですか支店は事務所ですから。 だから事務所以外の場所だといらないですけどね。でも、視点だからね、ここはね、罰だよね、です。あと、二番目。これちょっと取りにくいんですかやりにくいんですが。青年である業者。はい。業務に行っ、業務に関して行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。あの、青年ですから、ね。うん。これ、いや、できる。いや、ちょっとおかしいんじゃないのと。あと、三番目。はい。宅建業者は分譲する場合には、あれまた標識いるって出てる丸。まる なんか被ってますね、これね。うん、同じですね。なんかさっきもなんか似たようなも題でありましたもんね。丸。うん、でも自信持っていってほしいところです。4番目。はい。質問権。質問検査権っていう難しいこと出てきますが、税務署員が来た。知りませんとか。ダメですよ、これ。えー、要は、守秘義務っていうのはあっても、正当な理由があれば言えますよね。裁判の証言代だったり、えー、 警察とかこういう税務署とかそういう質問権ある人に聞かれたことは答えても回答してもいい罰ということで、あの結構やっぱ皆さんできてましたね、ここら辺は。まあ3番だよね、ということでね。94.7。はい、ちょっと間違えたらちょっと、やっぱここ、もしね、あの、これから先まで受けるんであれば解説しっかり見てすり込んどいてください。次、問いの41。正答率80.1%。 〇××××。で、A が売り主の業者で B が、えー、売買ですね。で、A が自らの意思として売却する場合です。A です。B は取引所をして37所目に決めをう印。A も決めをう印。○。売り主も自らの意思ですから。えー、売り主も売買も両方ともちゃんと応援義務ある○〇。E いきましょう。 い、ジュ,ジュの時期については37条書面に記載しなくてもいいってありますが、あの、ジュ,ジュの時期、あの、ジ説とかではやらなくても37条にはいりますよね。だからこれ記載するよね。×です。はい。う、売り主に代理して建物売却した場合、会社が業者である時は37条書面こうしなくてもいい。×。あの、相手業者でも37条いりますね。 で、ちなみに重要事項の説明書面もいりますね。ただ、買い主が業者の場合は、重説の説明自体はいらないですよね。うん、そこら辺をちゃんと分かって、ツにできれば、バッチリでございます。4番目。A が売り主代理して定等権が設定されている。当該定等権の内容について、37条書面に記載しなきゃいけないツ定等権。重説では言いますよ。この物件定等権ついてますって言いますよ。売買だろうと貸借だと言いますよ。 でちなみに売買の場合は売り主さんの定当権ついているけどお客さん会員さんから代金もらったら全部残債返して消えてから移転するようにしますっていう感じでまあ説明しますだ説明しますよじゃあ契約書に37書民記載はいりませんなぜなら定当権がついているなんていう話は物件の説明なんですよ合意内容じゃないんですよあまたですえまたです合意内容じゃないから。 だから結局37条書面ってあのもちろんね何を書くかって、ねまあ、無理やり語呂とかで覚えるとかいろいろやり方ありますけどえ要は合意内容なんですよ全部合意内容じゃないものはいらないですだから大事ななな内容かももしんないいいけけど何ででるわけじゃないすだからまあ80点1だからやっぱり多くの方ができてるんでねでも多分なんか絵あたりとかでちょっとうんってなって、ね、間違えてこれ個数で間違えたっていう方はいらっしゃると思う、ねうんちゃんと見直していただくということでございます。問いの42 88.4%。×丸、×、×、ツと。で、3200万円なんです、これね。で、あの、カップ販売の場合は3割って話が出ましたね。3割、30%。ね。だからこれ、3200万円の3%だから、960万までは、あの、所有権留保できると。要は、登記渡さなくても OK と。 原則論で話でしたね。だから、6、えー、これ800万円の不払ば金き受けるまでにいて、ちょっと金額は違いますよ、これね。うん、ツ。2番。工事完了前。未完成物件です。じゃあ未完成物件の場合っていうことは5、5%ラインですね。3200万の5%。はい。160万円以下だったら保全措置いらない。これ、ギリギリセーフですね、これ。5%以下。 という、普通の問題です。丸。え、丸。あと、3番目は、400万円と薬金240万って、これ別に超えてないから無効となる無効じゃないですね。罰。あと、4番目、予定額定めない場合に、い、十分の2超えてはならない。これも本当に大事な話です。予定額を定めてなければ、上限はないです。要は、損害賠償の予定薬金って合算して2割とかあるじゃないですか。 あれを取り決めるときは2割までだけど、もし取り決めなかったら結局裁判とかで決めるんで。妥当な額が判断されるんで。だから2割という条件はなくなりますという4番ツということで、これ88.4ですけど、1も丸2、0、3、四4、ツって全部自信持っていけるように。え、あの、個数でもできるようにしておく。あの、ちなみに業法は、もう過去問はね、すべて個数問題だと思ってやるのが、もう正しい勉強ですから。もうあの、正解肢ができたからじゃなくて、もう全部個数。 ね、理由を言えて、ね、それぐらい満点を狙うっていうのはそういうことです。両方をしっかりちゃんとやる、ね、これがまあ合格の絶対条件でございますからあと問いの4391.2%でねこれもね違反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 ,違反するものはいくつあるか全部なんですよまたかーですよね、うん、これもパターンですこれ。 で、まずなんで違反かって言ったら、あは、手付分割受領ってやつです。手付金って全額現金。要は、信用の許の禁止です。分割払いとか後払いとかは違反ですよね。あの、ちなみに、誘引っていうことは悪いんじゃないでしょう。うん、あの、営業ですから、誘うだけですから。要は、ここは、分割っていうところで、あ、違反だなって判断です。あと、2番目とか、い、事実歪めてて、この時点でアウトですよ、絶対。 もう読むまでもないっていうね。いや、事実歪めちゃまじいだろうと。できなくなるから。で、一応ね、これ判断の機関与えてないからダメっていうね。知識でご、知識はございますが。ええー、もうとりあえず事実歪めてっていう時点でもおかしいだろうですね。あとは、うっ電話口で宅建業者の称号とか名称を名乗らず勧誘。これも違反ですよね。うん、あのー、宅建業者の名前と、あと目的もちゃんと言わなきゃいけないですよね。え、う、え、ん、営業も、営業の目的とかね、投資マンションの営業ですとかね。 うん、あのちゃんと会社名と投資マンションの営業者って言ってくれたらすぐ切るんで。えー、んな,なかなか切らなくて済むじゃないですか。おんななんかこんにちはみたいに来るんですよね。あのお久しぶりですみたいなで。誰か知り合いだったかなって一生懸命思い出すんだけど、なんだよみたいなね。もう最初から言ってほしいですよね。すぐ切るから、えー。だからこれ言わなきゃいけないですね。あと、え、申し込みしたものが撤回申し出たが、経費がかかったため預かり金返還しなかったってせこい会社ですね。うん、これは預かり金だから返さなきゃダメでしょうと。はい、91.2。あんま間違いないですね。 だからこれ間違えないってことで間違えないように、間違えてたらちゃんと修正という問題です。で、問いの44。で、計算式全部書いてやる気はないですが、この問題でね、73.5%なんですよ。で、ちょっと星印を打ってほしいのが、これ合格者の正答率80%、80.4。正答率が。不合格者の正答率48.6。30ポイント違うんですよ。で、なんでかっていうと、 報酬だからなんで、すよでまずね、あの、もう今年合格された方、本当おめでとうございます、ね。えー、もう解放されてよかったですね。ね、来年受けようっていう方は、ですから、業法で報酬額の計算を捨てるって、絶対にないですからね。あの、なんか私ね、なんかどっちかっていうとね、捨てちゃえ、捨てちゃえみたいに、ね、言う方だと思われてるんですよ。えー、民法でこのなんか難しいところ、あ、捨てちゃえ、捨てちゃえと、いらねえ、ハートだ、みたいにね。いや、そういうところ多いんだけど、あの、業法で報酬捨てていいですかって言ったら、絶対ダメって言いますよ。 だって大変だけど計算大変だけどやりゃ必ずできるようになるからもう雰囲気だけで計算筆算が嫌だからやんないっていいですか15%程度、まあ、17点いくつってちょっと今回高かったけどえだから34点なったけどえだけどだけど100人に17人しか浮かんないんですよこててれ、うん、だからもうはっきり言ってね報酬捨てるってないですからでも多いんですよ毎年。 もう報酬は捨てちゃっていいですかと。ダメですと。えー、ここはもう国民、心を鬼にしています。で、今回のところですが、あのー、1×2×3×4× で、もう計算しませんけど、もう1番ね、借金20万円なのに、合計で11万円ってなんでこんな少ないんだと。えー、1ヶ月分になると。なんか、それぞれでなんかあの、40万とか44万とかだったらね、引っ掛けがあるけど、これはちょっと間違いないほしいですね。で、あと、2番目なんですが、売り主から代理。 買い主から媒介。で、この時に、この時に1000万円。っていうことは36万円。消費税入れると39万6千円。その2倍だから79万2千円。<え>これ、売り主は代理だから媒介の倍までもらえる。えでも一つの取引から生まれる報酬は79万2千円。これセーフなんですよ。うん、あの、今日も計算してやる気はないですけども。うん、これ、ちゃんと計算すれば、お これ、ギリギリセーフじゃん。大丈夫だな。丸です、うんで。あとは3番目。これね、300万円というのを売買代金と見なすと、4パプラス2万円で14万というね、うん。で、これあの、結果的に35万2000円までいけるんですよ。44万無理だよねと。これも計算ですえ。ちょっと大変だけど、まあ頑張ってみてくださいよ。あと4番目。この問題の難しいのは4番。なんで難しいか。店舗兼住宅。 あの、これね、なかなか迷うと思いますで、何迷うかって言ったら勉強してても、店舗兼住宅って居住用以外なのか居住用なのか。あの、もし居住屋だと、権利金売買代金として見なせないじゃないですか。うん。でもこれ、もし居住用じゃなければ、これ、あのー、権利金とかもできる。で、あのー、20万円とか、とか、あれじゃなくてもできるっていう、そこら辺で考えるとどうなのかなっていうね。 うん、だから今回、まあ20万円だから一方から受領申告11万超えてはならないは、まあ罰でいいんですけど、まあ、とりあえず店舗兼住宅は居住以外で考えるねうんそこがちょっとちゃんとやれないとあれってなっちゃうところなんで。うん、ただ、2番が計算するともう絶対丸なんでね、うんうん。そこで持ってきたっていう方がやっぱ多いんでしょうね。ということで、はい。この、この問題はやっぱ報酬は計算辛いけど頑張っていただきたい。捨てちゃダメねということですね。はい。問いの45でございます。 8.1%。で、××××なんですが、まず一番は建設業者でも、はい、これ、非業者、宅建業者じゃないから、このカスタ保ポリコの、はい、視力確保義務を負いますね。相手建設業者バツ。×。二番目、二年以上って随分短いですね。十年保証ですもんね。うん、十年でしょう。×。 3番。知らん。そう。微妙にこの貸し担保利工法って分かんないやしが1個ぐらいずつ出てきますよね。で、この年、正解して出てきたから、あ、正解して出たから難しいかなと思ったけど、うん、皆さん役場よくできてますね。これね。あの、貸してあってもお金、おかない、わない特約があった場合、義務はないってなってますが、そもそもこの、貸し担保責任を負わない。まあ、今でいうと、契約的お責任を負わないって出すべきなんですよね。うん。だけど、負わない特約って、有効ですか 有効じゃないですよ売り主業者買い主しろとの時はダメですよね。ちゅうことはこれ追わないとか言って義務はないにできるかったらいやこれ特約無効だから義務あります罰と。それ連動でできて1罰2罰3わかんない4番罰要は124が自信持って罰だから3番丸っていうあの消去法の時消去法でできなきゃいけない問題の時って難しいかなと思ったんですけど正当率すごい高いですね。 うん、やっぱそれだけ受験生のレベルが上がってるなという、まあそんな感じがしました。はい。あと、まあちゃちゃっとやっちゃいますが、問いの46は67.5%。で、1番がツなんですが、賃貸住宅の購入で、さすがにこれ聞こう。助けてくれないよっていうね。話ですね。うん。まあ、投資用のこの賃貸住宅は無理ですよってことですね。あと次、47は64ぴったり%パーセント。で、 広さに関わらずっていうところで罰いけたと思いますが、これね、1.62平方メートル。なんですって。ま、なんですってっていうか、あの、なんです。え、別に覚えてなくてもいいけど、え、だからま、関わらずで罰かなでいけたんでしょうね。あと、段地って一段のもの。はい。最も近い部分。そして、区分して取引するときは区分ごと。ま、その方が分かりやすいから丸だろうってできた方はそれなりに多かったんですね。え、あとは3番目。はい。周囲に存じない公園を表示することができるわけねえだろうと。 そんな問題ですね、これ、ね、あと4番目。これ難しいですよ。二重価格の表示。多分なんかもう一切ダメなのかなと思いきや、これ実はね、あの、値下げの期間から1年じゃなくて6ヶ月以内の期間なら OK なんです、これ。うん、あの、もし知りたきゃ、後で解説見てください。うん、でもこの話なんて出ないし分かんないですよね。うん、でもおそらくこの2番で、いや、この団地ってやつ、一、一段のね、このなんか団地みたいにときって、この近い部分。 何区画かに分けるときは区分ごとか、これが一番マシかなってできたんでしょうね。うん。なかなか難しかったと思いますが、それなりに正当率高い。まあ、ハートで解けたんでしょうね、という問題です。で、問いの48が、バツバツ丸バツ。で、まずあの、増加、基本バツですよね。減少ですもんね。あと2番が、これあの、横ばいですという。だから増加じゃなくて横ばいですと。あの、数字というよりは、下がった上がった横ばいか。まあ、そこら辺で判断ですね。で、まあ3番 こここ、見たことがあればいいんですけど、上昇ってなってるから罰にしなければ、あの、工業地だけはね、上層なんですね。これね、うん、でもこれ、いや、工業地なんて覚えてないから、ちょっとはてなだってやっても、この4番で、え、営業利益5兆円超え、前年度を上回った、ここ、罰ですよ。だって下がる方向だから、あ、これは下がったとかって見たぞってなれば、3番で選べるんですね、これね。だからピンポイントで選べなくても、いや、基本的に減少だけど、工業地とか、 やってりゃいいけどやってなかったらちょっとわかんないけどでも3番しか残んないなで88.7まあやっぱ最後の最後にねこれねちゃんと見ておくとうんまあ数字を一生懸命なんかゴロとかで覚えなければねこれスムーズにいけた方が多かったんじゃないかというとこです次問いの49はこれすごいですよ98.7%ですね でもなんかもう 120304× なんですが、土砂、土石流の危険性が少ない×だろうと。もうこれですね。もうこういうのってなんか危なくないみたいないきってるのは×だろうっていうパターンで、ほぼほぼ取れません、これ。うん。っていうところで、まあできたパターンの、ね、ハマったパターンなんでしょう。あと問いの50も、〇〇×丸なんですが、鉄骨構造が現在用いられてないって、いや、あるんじゃないかって。 え、いや、これ、いや、全然もう、本当建物とか全く興味があって、もう分かんなかったら、もう分かんないんだけど、鉄骨作ってあんじゃねえかと。あんじゃねえかってなれば、ちょっとこれ3番が一番マシっぽくないですかうん、ということです。だから五問免除のところって、これですね、今回正当率で言うとね、五問中五問ともなんかできてほしいなんだけど、やっぱ分かんないところ、警報法,法とかね、今のところでゆっかりするとこもあるじゃないですか。でもね、やっぱり五問免除ってあんま時間かけるべきじゃないですよ。五<あ>問中3問ないし、うまくいけば4問 っ考えて、なるべく短期で短い期間で仕上げる。えー、あの模擬試験のために五問免除を一生懸命やるっていうのは、私は大反対なんですよ。なんでかというと、えー、五問免除を入れてじゃなくて、五問免除なんて当てにしないでも。えー、もう、もう、一かでね、もう、三十点、四十点とかいけるように。えー、五問免除で最後の二週間で、パッと仕上げて、パッと終わるっていうね、うん。もし対策取られる方がいたら、もしくは皆さんの周りにね、あの合格目指してやる方がいたら。あんまり早えじから五問免除。ね、夏ぐらいから五問免除の終了までですかと思う。早すぎると君たちと。 ええー、まあ、真面目にやるのはいいことなんだけど、あの、なんか、こう優先順位ね、やっぱり考えてね、やれていただけるといいなということでございました。はい、まあ、これ、もう、皆さん合格された方もいるし、ね、これからやる方もいらっしゃると思いますがね。とにかく、まあ、宅建試験ね、あの、十月の試験はもう結果が出て終わったんでね。まあ、合格された方は、本当にね、あの、新しい目標向かって頑張ってください。え、これからやる方はね、決意新たにね、頑張ってください。以上でございます。はい、それではですね、え、二千二十一年、卓建試験本試験解説会の終わります。えー、皆さん、お疲れ様でした。